はもう限られている。工藤はその後も試合には強行出場。 3.28 後楽園大会では全日本女子プロレス時代の同期バイソン木村とタッグを結成し、シャーク土屋、ライオネス飛鳥組と戦った。この試合の持つ意味合いというのは工藤さん、どういうことなんでしょうか。これはですね、工藤恵、バイソン木村組対シャーク土屋、ライオネス飛鳥、はい、まあ、2対2タッグマッチなんですけども、はい、まあ、同期であるバイソンは同期ですよね、はい、力を借りてですね、はい、まあ、最後私ももう残り少ないんで、お互いにまあ立場的に同じような状況だったんで、はい、まあ、力を借りようと思って、うん、このタッグになりました、はい。同期に関してはいろんな思いが今あると思いますが、はい、同期っていうのは、はい、ほとんど離れてて一緒にいる時間というのはもう今はないんですけども、やっぱりもう最初に一緒に練習したっていう時間が今をこうなんか分かり合えるようなもん、うん、になるんじゃないのかなと思いますね、だから離れてる時間は多いけども一緒にして分かり合えるような関係だと思います。もともとそのオーディションを受ける前、例えばあの工藤さんあたりは昔はバスケットやってらっしゃった、はい、そしてプロレスに行こうと行こうその気持ちはですね、はい、何から始まったんですか。私はあの強い女性、まあ、肉体的精神的、はい、憧れからなんですけども、まあ、女子プロレスもすごくブームだったんで、そこからですねやっぱり女子プロレスというものに興味を持ち出したのが、うん、なるほどね。誰に憧れてということはあったんですか。クラッシュギャルズに憧れました、ね、はいはい、ね、なるほど、はい、そうするとこのライオネス飛鳥、そしてこれバイソン木村、そしてシャーク土屋、役者は揃っています。 3.28 の後楽園です。ちょうど引退前の1ヶ月前ぐらいの試合ということになります。何か工藤さんの表情を見ても動きにしてもやはり随分体調が悪いのかな、怪我の具合が思わしくないのかなという印象も持ちますが、はい、この時はもうその前の宮城の時ですね、はい、あれから1週間ですよね、はい、肋骨が2本折れたのと、頸椎を損傷してしまったんで、はい、最悪の時でしたね。その中で試合を続けています。いやー、それを聞くにつれ思うにつれこれ一つ一つ聞きますね。なんか呼吸性だけ痛かったんで、受け身一つ一つ技すべてがもう体に効きましたね。ちょうどあの晒しを巻くように巻いているのはやはり痛めたところですよね。はい、あのもう強く締めてないと呼吸ができなかったんで、無理やりにもぐっと締めて。何かしかしこの攻撃はあの 3.21 を彷彿させますね、はい、あの宮城での試合の市内で叩かれた時には跡が相当深くついてたらしいですね。もう背中に竹刀の跡がびっしりとくっついてました、ね、あれから1週間です。その時の傷がまだ抜身、はい、もまだ終わってないうちにまた次の傷ができてしまいました、ね、ちょっと工藤恵美のレスラー生活の中でも最もコンディションが悪いかもしれません、はい。工藤さんにはこの流血の表情がよく似合うというふうに言うファンもいるんですが、本人にしてみればね、流さないものならばね、流したくない。なんでやられても慣れるっていうものじゃないですから。そうでしょうね、そうでしょうね、そうでしょうね。しかしここ
ここは気力で起き上がってほしい。これがリングに刺さるんですか。そのリングに刺さったカマを見るたびにドキッとゾッとしますよね。あれが生身の皮膚の上だったらと思いますとゾッとします。最近のしかしこのライオネス・アスカの動きというのもちょっと分かりかねる部分がありますが、そうですね、今はもう団体とかないですからね、はいはい、全くね、どこが自分のポリシーというものを打ち出せるかというもので、はい、軍団結成をされたりとかという部分があるので、本当にもうよく分からないですね、はい、そうですね、で実際にこれ戦ってみて肌合いなんですが、まあ、アスカもこれブランクがありました、はい、どうなんでしょうか。あれから随分少し昔の関東でも言いますか、はい、前世時に戻っているんでしょうか。そうですね、十分戻ってきてると思いますね、そうですか、蹴りも重いですし、体がある分、はい、戻った時はもうすごい強烈ですね。そうですか、ハイキックと言いますか、今のは本当にローキックですが顔面にヒットしています。それもかなりのいい角度で入っています。さあ駆動だ、パンチの応酬、いやそこを攻められてはちょっと分がないか。おーっと、これは駆動だ。ちょうどあの巻いているところが血染めになっています。肋骨2本が折れたまま、頸椎を痛めたまま、あれから1週間です。駆動まだ戦うか。いいでしょう、いいタイミングだ。ツー、これはアスカのキックをもろに食いました。アイソンが、ね、チェーンでつながれてしまったので、サポートがないんですね、その分ね。サッカーキック、これはかなりいい角度で入っています。ちょっと黒さん、ご自身でも思い返してここ一番辛いところですね。辛いですね、やっぱり腰への振動半端じゃありません。さらには頸椎、さらには顔面の流血、痛くないところはありません。何かこれ宮城を思い出しましたね。これこういう声はレスラーにとっては一番屈辱ですよね、はい、カウントを強く上げられてしまうっていう、はい、でももう屈辱なんですけど体が言うこと聞かないんですよ、はい、悔しいんですけど、はい、また同じように椅子押さえてパイルドライバー、この2で跳ね返す気力は何が源になってるんですか。もう私には残ってる時間が少ないってそれだけですね。やっぱりもう限られた時間の中でそれだけです。今頑張らなくちゃいけないって、もう寝かせてあげたい。もうこのまま何かこう静かにさせてあげたい。バイソンは相変わらずあの状態がついてたんですね。うわカウントは無情に3つ。しかし何かファンにしてみれば、何かここで今日はもういいんじゃないか。お父さん、自分の力で立ってください。
はもう限られている。工藤はその後も試合には強行出場。 3.28 後楽園大会では全日本女子プロレス時代の同期バイソン木村とタッグを結成し、シャーク土屋、ライオネス飛鳥組と戦った。この試合の持つ意味合いというのは工藤さんどういうことなんでしょうか。これはですね、工藤恵、バイソン木村組対シャーク土屋、ライオネス飛鳥、はい、まあ、2対2タッグマッチなんですけども、はい、まあ、同期である、バイソンは同期ですよね、はい、力を借りてですね、はい、まあ、最後私ももう残り少ないんで、お互いにまあ立場的に同じような状況だったので、はい、まあ、力を借りようと思って、うん、このタッグになりました。はい、同期に関してはいろんな思いが今あると思いますが、はい、同期っていうのは、はい、ほとんど、ね、離れてて一緒にいる時間っていうのはもう今はないんですけども、やっぱりもう最初に、一緒に練習したっていう時間が、はい、今をこうなんか分かり合えるようなも、になるんじゃないのかなと思いますね、だから離れてる時間は多いけども一瞬にして分かり合えるような関係だと思います。もともとそのオーディションを受ける前、例えばあの工藤さんあたりは昔はバスケットやってらっしゃった、はい、そしてプロレスに行こうと行こう、その気持ちはですね、はい、何から始まったんですか。私はあの強い女性、まあ、肉体的精神的、はい、憧れからなんですけども、まあ、女子プロレスもすごくブームだったんで、そこからですね、やっぱり女子プロレスというものに興味を持ち出したのが、なるほどね、誰に憧れてということはあったんですか。クラッシュギャルズに憧れですからね、はいはいはい、全くね、どこが自分のポリシーというものを打ち出せるかというもので、はい、軍団結成をされたりとかと、いう部分があるんで、本当にもうよくわからないですね、はい、そうですね、で実際にこれ戦ってみて肌合いなんですが、まあ、アスカもこれブランクがありました、はい、どうなんでしょうか。あれから随分少し昔の関東でも言いますか、はい、前世紀に戻っているんでしょうか。そうですね、十分戻ってきてると思いますね、そうですか、蹴りも重いですし、体がある分、はい、戻った時はもうすごい強烈ですね。そうですか、ハイキックと言いますか、今のは本当にローキックですが顔面にヒットしています。それもかなりのいい角度で入っています。さあ工藤だ、パンチの応酬、いやあそこを攻められてはちょっと分がないか。おっと、これは工藤だ、ちょうどあの巻いているところが血染めになっています。肋骨2本が折れたまま、頸椎を痛めたまま、あれから1週間です。工藤まだ戦うか。いいでしょう、いいタイミングだ、ツー、これはアスカのキックをもろに食いました。バイソンがねチェーンでつながれてしまったんで、サポートがないんですね、その分ね、サッカーキック、これはかなりいい角度で入っています。ちょっと工藤さん、ご自身でも思い返してここ一番辛いところですね。あの宮城での試合の市内で叩かれた時には跡が相当深くついてたらしいですね。もう背中に市内の跡がびっしりとくっついてました。あれから1週間です。その時の傷がまだ、はい、抜針もまだ終わってないうちにまた次の傷ができてしまいました。ちょっと工藤恵美のレスラー生活の中でも最もコンディションが悪いかもしれません。また断末魔、工藤さんにはこの流血の表情がよく似合うというふうに言うファンもいるんですが、本人にしてみればね、流さないものならばね、流したくない。なんでやられても慣れるっていうもんじゃないですから。そうでしょうね、そうでしょうね、そうでしょうね。
ここは気力で起き上がってほしい。これがリングに刺さるんですか。そのリングに刺さった鎌を見れた時にドキッとゾッとしますよね。あれが生身の皮膚の上だったらと思いますとゾッとします。最近のしかしこのライオネス・アスカの動きというのもちょっと分かりかねる部分がありますが、今はもう団体とかね、はい、すごいですね。やっぱり腰への振動半端じゃありません。さらには頸椎、さらには顔面の流血、痛くないところはありません。何かこれ宮城を思い出しましたね。これこういう声はレスラーにとっては一番屈辱ですよね、はい、カウントを強く上げられてしまうっていう、はい、でも屈辱なんですけど体が言うこと聞かないんですよ、はい、悔しいんですけど、はい、また同じように椅子押さえてパイルドライバー、この2で跳ね返す気力は何が源になってるんですか。もう私には残ってる時間が少ないってそれだけですね。やっぱりもう限られた時間の中でそれだけです。今頑張らなくちゃいけないって。もう寝かせてあげたい。もうこのまま何かこう静かにさせてあげたい。バイソンは相変わらずあの状態が続いてたんですね。うわぁ、カウントは無情に3つ。しかし何かファンにしてみれば何かここで今日はもういいんじゃないか。お父さん、自分の力で立ってください。なるほど、はい、そうするとこのライオネス・アスカ、そしてこれバイソン・木村、そしてシャープ・土屋、役者は揃っています。 3.28 の後楽園です。ちょうど引退前の1ヶ月前ぐらいの試合ということになります。何か工藤さんの表情を見ても動きにしてもやはり随分体調が悪いのかな、怪我の具合が思わしくないのかなという印象も持ちますが、はい、この時はもうその前の宮城の時ですね、はい、あれから1週間ですよね、はい、肋骨が2本折れたのと頸椎を損傷し、損傷してしまったんで、はい、最悪の時でしたね。その中で試合を続けています。いやー、それを聞くにつれ思うにつれこれ一つ一つ聞きますね。なんか呼吸するだけ痛かったんで、受け身一つ一つ技すべてがもう体に効きましたね。ちょうどあの晒しを巻くように巻いているのはやはり痛めたところですよね。はい、あのもう強く締めてないと呼吸ができなかったんで、はい、無理やりにぐっと締めて。何かしかしこの攻撃はあの 3.21 を彷彿させますね、はい。